香り、そしていい色。ちゃんさ、ちょっとあの何、いいTシャツ着てるじゃないのよ。おお、これか。そうだよ。任せて。いいね。うん。しかもいつもの帽子と、いつもの帽子と、はい。新しいシャツと、はい、シャツと。やったね。やったね。かっこいいね。やったね。でさ、ちょっとさ、下準備しよっか。何の準備？下準備。はい、こちら明日の朝ごはんの下準備を今日中にしておきましょう。え、折りあんの？そうだよ。じゃあまず包丁とまな板セットして。こうか。そう。で、食パンを2枚、食パン出してみ。2枚。うん。はい。はい、2枚。うん。はい、置く。いいね、ちゃんと包丁持てるね。成長したじゃないか、偉いぞ。はい、じゃあ卵を割って、はい、卵ね。これこれほら、コロンブスじゃないんだから。え、ダメなの？うん、ここなの？そう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 。へー、ぶちって出ちゃったんだけど。まあまあ、ああ、割れちゃってるし。割れてもいいよ。そしたらお砂糖を2杯入れます。少ねえな。なんでそんな、もうちょっと豪快にポポンって。うん、いいよ。はい、オッケー。はい、これムキュムキュってして。はい、じゃあ入れやすいようにお皿戻したら、うん、はい、次牛乳。そんな、うん、いいよ。牛乳入れんの？うん。どのくらい入れんの？ストップっていうまで。まあいいよ。はい、牛乳入りました。モキモキして。モキモキ、またモキモキ、うん、こぼれちゃうんじゃないの？こぼれないようにモキモキして。はい、そうしたら袋の中にパンポン。うん、はい、どうぞ。パンポンですね。よいしょ。はい、ポポン。うい、全部？うん。うい。はい、じゃあ空気抜いて口を縛って、はい、うん、こぼれないようにお皿入れて、ご準備です。あ、何だったのこれ？まあ明日の朝ね。はい。何を作ってんだろうね。なんか全て騙されてるような気がしてならないんだけど。じゃあ歯磨いて寝よっか。はい、おはようございます。おはようございます。ではガチャ、まず冷蔵庫から昨日作っておいたパンを出しましょう。はい、これですね。そしてバターも出しましょう。バター、バターはないのでマーガリンです。で、じゃあバターの代わりにマーガリンを一かけフライパンへ。はい、じゃあまずは電源を入れてバターを溶かしましょう。はい、じゃあバター溶け始めたのでフライパン全体に伸ばしましょう。もし一晩漬け込む時間がなかったりすぐ食べたい場合は、電子レンジでチンすると卵液がパンの中まで浸透します。時間がない時におすすめ。はい、では焼いていきましょう。うん、でしばらく置いとく。あんまり触ると形崩れちゃうから。よし、ひっくり返してみよう。いい香りしてきてる。焦げ目になってるといい。
そうそうそう、あーなってるね、うん、あーこっちも、うん、あーいい感じいい感じ、いい香り、そしていい色、ガチャめっちゃ良さそう。ちょっとラミって焦げ目ついてるか確認しようか。はい、ありますね。はい、じゃあ完成です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。ちゃんの初フレンチトーストいただきます。いただきます。うまっ、うん、おいしい。あ、たまにはこういうさっぱりしてでもいいかも、うん、なんかすごい甘いイメージがあるから。うん、バターが買ったかな。うんうんうん、中までしっとり。